強制不妊手術の規定を含む旧優生保護法を違法とする最高裁判決を受けて、阿部知事は県としても真摯に反省すると述べ、当事者や家族の気持ちに寄り添う姿勢を示しました。県としてもこの優生保護審査会において、手術の適否を判断すると、関与してきた部分がございます。こうしたことを考えると、県としても道義的な責任もあり、真摯にこの取り組みを振り返って反省しなければいけないというふうに思っています。県の調査によりますと、旧優生保護法に基づいて過去県内で実施された不妊手術は611件、このうち同意を必要としない強制不妊手術は474件ありました。阿部知事は今後の国の対応を踏まえながら、当事者に対して適切な救済ができるよう対応したいと述べました。また6月県議会が今日閉会しました。人口減少対策として、長野県で子育てをする魅力を発信していく経費およそ1000万円などを盛り込んだ総額30億4700万円の補正予算案が可決されました。人口減少対策として県が打ち出している取り組みとしては、すでに利用登録を受け付けているインターネット上での結婚マッチングシステムや、仮想空間メタバースで出会いの場を提供するメタバース婚活イベントなども企画しています。